さっきの話ですが、ヤトが怖い神様ってあれ冗談ですよね。本当よ。ヤトちゃん、昔神器を切ったことがあるの。初めてヤトちゃんのこと知ったのも悪い噂からだったよ。それにヤトちゃんは物心でもあるから、人斬りもするんだよ。人斬り？昔だ昔、切るとか切られるとかそんな時代だった頃の話。それってどういうことですか？神っていうのは人の願いがあってこそ存在できるんだ。名の知れた神は願われ慕われ続ける。だが無名の神は違う。人の記憶にすらとどまることができねえ。忘れられないためにはどうするか。願われたら何でもする。それが誰かの願いならな。誰かの願い。